トッカータとは、主に鍵盤楽器による、速いソークや細かな音形の変化などを伴った、即興的な楽曲で、技巧的な表現が特徴。トッカータは、動詞、トーカルに由来しており、オルガンやチェンバロの調子、調律を見るための試し弾きといった意味が由来である。最初期の鍵盤用トッカータは16世紀中頃に、北、イタリアで現れた。16世紀までの器楽音楽は、 声楽アンサンブル用のポリフォニー楽曲の即興的、転用あるいは編曲であった。オルガンは、教会典礼における声楽ポリフォニーの伴奏楽器として用いられていたが、これは合唱の音程を安定させることも、目的の一つであった。最初期のトッカータ的な特徴を持った楽曲は、教会で宗教曲を演奏するのに際して、音を提示する行為を音楽的に発展させ、 ある種の火星的進行に音階的走行を伴った簡単な即興曲であった。これらの楽曲は初期の段階ではプレジューディウム、リチェルカーレ等と呼ばれていた。リュートやビューエラ等の発言楽器でも声楽ポリフォニーの編曲演奏は盛んであり、これらに対してもその導入部分として即興的な楽曲を演奏することが行われた。これらはリチェルカーレと呼ばれる一方で、 ラスター・でコード、チエントなどと呼称されることもあった。これらはそれぞれ、弦に触れる、感触の意味で、トッカータ・トッカータと同様の意味を持っている。オルガン用トッカータもこの系譜に属する楽曲である。トッカータの名称を持つ、オルガン曲を収録した出版譜は1590年代に初めて現れており、代表的作品としては、アンニーバレ・パドバーノや、 アンドレア・ガブリエリのものを挙げることができる。パドバーノの曲集トッカータイ・リチェル・カー・レディ・オルガノは1604年出版であるが、パドバーノの没年は1575年であるので16世紀中頃には、すでにオルガン用のトッカータが出現していたことがわかる。このようなトッカータの発生は、初期はロックまでのトッカータで使用されている、戦方を明記するような曲名表記と関係している。 例えば、第一戦法のトッカータは、そのトッカータがドリア戦法で書かれていることを意味しており、その曲がドリア戦法のポリフォニーの音取り、内視導入に用いることができることを示唆している。パドバーノやアンドレア・ガブリエリのトッカータは、単純な火星進行的部分と音階的創句部分の組み合わせで書かれていたが、火星進行的部分は次第に模法的。 対法的な曲奏に置き換えられていった。パドバーノやガブリエルと共に、ベネツィアのサンマルコ寺院のオルガニストであったクラウディオ、メールロは、対法的部分を伴ったルネサンス的、ドッカータ様式の完成者とみなせる。当時南ドイツでは、多くの音楽家がベネツィアに留学しその音楽を輸入しようとしていた。鍵盤楽器の分野では出通よりも一世代以上で、 同じくベネツィアで学んだハンスレオ・ハスラーがトッカータをはじめとするイタリア風の鍵盤音楽をドイツにもたらしている。ちょうど同時期にフランドル・オランダにも優れたオルガニストの一団がいた。その代表として挙げられるのがヤン・ピーテルス・ゾーン・スウェーリンクである。今日知られているだけでもスウェーリンクの手になるトッカータが十数曲ある。 一連のファンタジアと共にスウェーディンクの作品群の主要な一角をなすこれらのトッカータは形式上は火星部分または模倣部分と音階的楽部分からなりベネツィア楽派をはじめとするイタリア諸派のそれと同様であるがスウェーディンクのパッセージワークはイタリア風のきらびやかな楽とは違いより構造的であると評されるこのようなパッセージワークの特徴はバード、ブル フィリップス等のイギリスバージナル学派の影響が色濃い。しかし、音楽史の中でこの時期最も重要な鍵盤音楽の作曲家とされるのがジローラモ・フレスコ・バルディであり、彼の2巻のトッカータ集はこの時期のトッカータという形式における記念碑的作品とされる。トッカータ集第1巻へのフレスコ・バルディ自身による序文には演奏方法のための注釈が9項目にわたって、 書き記されており、その一番目には、演奏するにあたっては、現代のマドリガーレにおけるのと同様、拍を強調すべきではない。演奏が難しいマドリガーレも、ある時はゆっくり、ある時は早く、また停止させるなど、表情や言葉の意味に従って拍を変化させる、ことによって演奏がたやすくなると書かれている。ここで言う、現代のマドリガーレとは、 フレスコバルディの同時大臣モンテベルディなどの作品などを指している。モンテベルディはマドリガーレ州第5巻の序文で大法のルールに固執する第一作法を離れて詩や言葉の持つ感情をより直接的に表現する第二作法を擁護し実践していることを表明している。フレスコバルディの注釈は鍵盤音楽の分野においてもルネサンス的形式を離れ、 第二作法を推し進めていくのだという表明と考えることができる。その意味で、フレスコバルディは鍵盤音楽において初めて真にバロック的な表現を用いた音楽家の一人であると言える。フレスコバルディのトッカータの特徴の一つは、ある程度まとまった学説を次々に繰り出す形式にある。これらの学説は模倣的であったり、創句的であったりするが、 必ずカデンツァで終わる。このような学説構成によるトッカータは、後々まで受け継がれていくことになる。こうして、ルネサンス末期から初期はロック期にかけては、トッカータという形式における一つの再生期が訪れたと言える。この時期には、オルガン、チェンバロといった鍵盤楽器の他に、リュートやハープのためのトッカータも作られた。これらの作品は、 それぞれの使用楽器のテクニックに即した独自の表現を持っているが、構成やソークの作り方などの面で、フレスコバルディラ鍵盤楽器のトッカータの影響を強く受けている。フレスコバルディのトッカータにおける形式や表現法はその弟子たちによって引き継がれ、発展していった。ミケランジェロロ氏は、フレスコバルディの半音階やエキセントリックなリズム表現法をさらに推し進めた一方で、 ベルナルド・パスクイーニは、パッセージワークの技法において、後期バロックに近い表現を展開した。フレスコバルディの弟子の中で、今日特に有名なのが、ヨハン・ヤーコプ・フローベルガーである。ウィーンの宮廷礼拝堂付けオルガニストであった頃、ローマに滞在し、フレスコバルディに学んでいる。フローベルガーのトッカータの学説的構造は、フレスコバルディの影響と見られる一方、個々の学説は、概して、 フレスコバルディのそれよりも長く、また、半音階や奇抜なリズム法はあまり見られない。結果として、曲全体としての調和が図られている。フローベルガーは、フランスの音楽にも造形が深く、実際各地を旅し、同時代のフランスの音楽家にも影響を与えたと、言われている。フローベルガーに続いて、南ドイツでは、ヨハン・カスパール・ケルル、ゲオルク・ムッファト、 ヨハン・パフ・ヘルベルといった作曲家が活発に優れた鍵盤音楽を作曲し、その中にも多くのトッカータが含まれている。北方ヨーロッパではスウェーディンク以来のオルガンの伝統があったが、トッカータはそれほど重要視されていなかったようだ。しかし、北方ヨーロッパの伝統を受け継いだ中期バロックの作曲家として、今日ではディートリヒブ・クステフーデが特によく知られている。 彼のオルガン用トッカータは、構成や技法の観点からプレリューディアプリアルーディアとか、プレアンビュルムプラインブラムと題名付けられた作品と同種のものである。これらの作品では、即興的学説と対違法的学説が交互に組み合わされているが、それぞれの学説は長く複雑である。対違法的学説では厳格な模倣を展開する場合が多く、今日、 フーガと呼ばれるようなものになっている。これらの作品は、概して大規模であり、しばしば技巧的なペダル操作を伴っている。これらの特徴は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの同種の作品群にも受け継がれている。後期バロックにおいてはイタリアで、アレッサンドロ・スカルラッティが、チェンバロ用のトッカータを残している。これらは、技法の面から見ると、息子のドメニコ・スカルラッティのソナタや、 古典派の鍵盤音楽に見られる常動的パッセージを多く含んで折り上で見てきたトッカータの歴史からは多少乖離した作品である。ナポリ音楽院写本水9478にあるトッカータの一つは全曲にわたって指番号が指定されており、これらのトッカータは教育のためにも用いられていたことがわかる。これは当時の運指法を知る上でも重要な資料の一つで、 ある。後期はロックにおいて、トッカータの傑作を残した最後の作曲家が、ヨハンゼバスティアン・バッハである。バッハは彼に直接影響を及ぼしたと思われる、ブックステフーデなどの作品をよく知っていたばかりではなく、より古い時代の音楽家の作品も詳しく、研究していたことが知られており、フレスコ・バルディの音楽の花束やフローベルガーの作品をシャフしていたことがわかっている。 オルガン用のトッカータにおいては、ブックステ風での様式を継承するとともに、規模や様式的一貫性、複雑性をより発展させた一方、チェンバロ用のトッカータにはより古い時代のトッカータの影響も見られる。古典期にはトッカータと名の付く作品はほとんど作られなかったが、後期はロックのトッカータの持っていた、常動曲的な曲奏は、ピアノ音楽に受け継がれた。数少ない。 トッカータと名のつく曲でも、即興的学説と対法的学説の組み合わせといった、本来のトッカータの性質は失われ、もっぱら動きの速い反復音景や、同音連打といった常度的側面が強調されている。古典派においては、無強クレメンティのソナタ作品11に含まれるトッカータが数少ないよく知られた例である。ロマン派におけるトッカータの代表例は、 ロベルト・シューマンのトッカータ作品なのである。近代になると、より注目すべきトッカータの例が現れる。クロード・ドビュッシーのピアノのためにの第3曲や、モーリス・ラベルのクープランの墓第6曲はその例である。これらは曲の命名からして解雇的発想が伺えるが、楽奏そのものとしてはやはり常同曲としての側面が強い。ラベルの トッカータは20世紀のピアノ曲の中でも屈指の難曲と言われる。同音連打が終始一貫して繰り広げられるのが特徴であるが、高速な同音連打は古い時代のピアノでは鍵盤の戻りの悪さから非常に困難であったらしく、近代以降の高性能なアクションが開発されてから可能になったとされる。プロコフィエフのトッカータ作品11もこの系譜の上に置かれる作品である。 リチェル・カーレは探す、模索するのい。16世紀後半のかなり早い段階で、即興的楽曲の意味では使われなくなり、定時主題と、その模倣からなる対方的楽曲を指すようになる。ちなみに、フランスでは、トッカータという曲の形式そのものは定着せず、ほとんど作曲されなかった。ただし、ブクステ風での作品で、 前奏曲と風が、トッカータと風ガといった題名のついた曲はない。ありがとうございます。